ザムービー。よっ、わー、力強いね、今の羽ね、いいね。いけるかな。うん、そうして、そう愛。質問。はい、質問です。はい、愛の漢字間違ってませんこれ。嘘これないですよね。やばい、まだまだだな。いやでも続いてヒロドも書きます。決まりました。はい、もうこれしかないでしょ。なんだろう、これしかないよ。垂れてる垂れてる、もう。ねえねえ、ちょっと雑じゃない。何？あ、早く。ねえ、もうちょっと思い込めて。いくよ。はい、分かったよ。完成です。もうこあゆみです。これは私もタイガースのようにこうやって上がっていきますよっていう意味を込めて、虎のようにもうぐわーっと必死でもがいていこうかなっていう意味も込めてこの名前にしました。それで歩みって私の、名前ですけれども、歩んでいきたい。ただただこうぐわーってがっついていくんじゃなくて、美しく女性らしく品格を持っていきます。これ漢字間違えた。私、あ、8にしちゃった、7だった。多いよ、マイナス1、マイナス1。わぁ、怒られる。これもう甲子園球場出入りできなくなる。どうしよう。ですよ、これはやってはいけないことをしました、私。どんな顔して甲子園行けばいいんだろう。この志をした証として名前を入れたいと思います。できた。どうですか。おすごい。いいね、いいね。いやー、大丈夫です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 。やだやだやだ。もういいよ、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 もういいよ。いや、遊ぼうよ、せっかくだから。いやいや、大丈夫、ちょっと、いや、やだ、やだ、会える、会える、会える。やだ、マジで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 やだ。私デスク汚いけど自分が汚くなるの嫌なの。いやー、書き終わりました。ねー、あのすごい性格出てるよね。出てますね。そう、そして私たちの課題である漢字、ここです。だから結局1年経って漢字あなたたち成長しなさいっていうことなんですよ。そうだね。もうそれも込めてちゃんとこれから羽ばたいていこう、ひよことして。そうですね、なんかこう見た目も、私もちょっと髪伸びたり、ヒロドもなんか前髪どんどん短くなっていったり、変わっていく部分ももちろん多かったんですけど、こうやって書いてみるとね、お互いなんか変わってないなって思う。そんなね、変わってない気がする。なんかこんな企画もうできないのかと思うと。いや、そうだよ、寂しいね。そしてね、いろんなことしたね。教えてもらったものを元にこれから頑張って歩んでいきたいと思います。これ5年後にまた見たい、ね、あ、見たい。タイムカプセルじゃないですけど、どんぐらい成長してるのかなっていう、ね。そしてこちらをご覧の皆さん、これからも私たちのことをよろしくお願いします。手洗いに行こうかな。そうだね。今まで応援ありがとうございました。次のひよこアナもお楽しみに。